第一次世界大戦の栄光ある勝利、世界政策が成功裏に終わったがために、ドイツ帝国は苦しみ続けてきた。その国力に全く見合わない世界覇権を追い求め続けている。ベルギーの首相で欧州統合を推進したポール・アンリ・スパークはこう語ったという。ヨーロッパには2種類の国家しかない、小国と、まだ自分が小国であることに気づいていない小国だ。最も東側のプロイセンによって統一されたドイツは、西欧国家ではないことを中核にした独自のナショナリズムを築き上げた。そしてまた、ドイツは社会的ダーウィニズム、すなわち優れた者だけが生き残れるという世界理解を行った。そうした考えは戦間期の民主化改革の中で薄れたのだろうか？いや、フェルキッシュはまだ生きている。どうも、ドイツ帝国のカイザー、ビルヘルム3世である。陛下の最も忠実な臣下、シュライヤーです。いえ、真に忠実な臣下は私、パーペンです。ドイツ帝国最小、ベットン・ホルベックです。参謀総長、マンシュタインです。海軍大臣のレーダーです。経済大臣のシャハトヤ。というわけでもう5年は続いてる第二次世界大戦の状態はどうだ？続いてるっつったって交戦国が最初とはまるで変わってるので、今やってるのは第三次世界大戦や第四次世界大戦なのかもしれない。ドイツは現在、アメリカに全力を注いでいます。他にオーストラシアなどの交戦国もいますが、今は無視しています。中国がカリストによって統一されたため、そちらも警戒しなければなりません。彼らはチンタオなどの疎開の返還を望んでおり、おそらく近いうちに軍事衝突が起こるでしょう。アメリカも、中国も、すべての赤は根絶されなければならない。そしてゲルマン民族を中核とする世界秩序を完成させるのです。その通りだ、ドイツには世界を支配する資格がある。まあ何にせよ経済が潤うなら実業界としては歓迎ですわ。今やドイツが世界の覇者なのは疑いようもない事実。カリストどもがいくらあがこうと、ホワイトハウスに黒白赤の旗が掲げられる日がすぐにやってくるでしょう。ニューイングランド、五大湖から戦線が動かないため、ワシントン DC 周辺に上陸し、第二戦線を形成することを狙います。まあ、CSA はニューヨークに占拠したみたいなんで、今のワシントンは人でもなんでもないんですけどね。ララシアがドイツ植民地に次々と請求権を作っています。残骸の残骸になっても大英帝国の栄光を捨てきれないアングロサクソンどもの無様なあがきだな。残る強小勢力はララシアと乱領東インド。東インドはウクライナとイタリアが勝手に片付けてくれたみたいである。太平洋まで派兵するウクライナとは。これで TPP に加入できるな。アメリカの赤を粉砕すべく全世界から兵士が集っているな。多国籍軍ですな。補給圧迫されてんだよな。同盟国が軍を送りすぎるせいでよ。ワシントンとノーフォークへ上陸作戦を実行。ノーフォークへの上陸作戦は失敗しましたが、ワシントンを占領することに成功しました。ワシントンは我々のものだ。ワシントンを起点に第二戦線を形成。ニューイングランド戦線の部隊と連携し、大包囲を狙います。一気に戦線が動いたな。これで戦況が一気にドイツ有利に。歩兵が主体のアメリカ軍はドイツの機動戦を前に包囲され、CSA の拠点であったニューヨークも陥落し、彼らはシカゴに首都機能を移転しました。ボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ワシントン、デトロイト。アメリカの名だたる都市たちがドイツの占領下に置かれました。アメリカ労働組合連盟ももうおしまいのようだな。さあ、ドイツにひざまずけ、カリストども。陛下、確かに我々はアメリカを追い詰めています。しかし、兵数は未だアメリカが上回り、工業力も十分なものを持っていると。労働力の問題もあるんですわ。ドイツはこの戦争で100万人近い死傷者を出しています。まあアメリカは350万人出してるんやけども。これまで第3インター、ロシア、日本、強将との戦いでドイツは多くの死傷者を出しています。それに今回の死傷者が合わさり、ドイツの人的資源は危険水準に達しています。その場合は徴兵を拡大すれば良いではないか。死傷者が多すぎて戦争協力度が低いのでこれ以上上げられません。プロパガンダ打ちまくってるんですけど、戦争協力度が 50% 前後から上がらないのであります。というわけで余剰人的資源を考えると無理な攻勢は仕掛けられません。くそ、もう東海岸の主要都市軍は我が占領下にあるというのに。陛下、悪いお知らせが。中華民国がアッサムに宣戦布告？アッサムは我らがインドをバルカン化した時にできた小国軍の一つ、すなわちドイツの傀儡国家であるため、戦争に巻き込まれることになりました。なぜドイツ領東アジアとかドイツ帝国本体ではなくアッサムに宣戦布告したんだ。マクマホンラインをめぐる争いですな。まあ、中国といずれ衝突することは予想通りであったため、かつて日本を平定したアジア遠征軍を強然と東シベリアに配備していました。よって、満州から攻撃を開始します。赤い中国と赤いアメリカ。両方敵に回すには人敵が足りなさすぎる。そりゃ世界を敵に回して6年も戦い続けてきたらそうなるよ。イタリアとドイツ領東アジアが中国南部に上陸して前線を形成してくれてます。もう中国は彼らに任せよう。アメリカではテキサスへの上陸作戦を実行。沿岸の重要都市を抑えて降伏に近づけるのと石油供給を断つのが狙いです。シカゴを陥落させれば CSA は一気に降伏に傾きそうなのだがな。ドイツ軍はシカゴ近郊まで到達し、都市に対する攻撃を続けていますが、全くもってあの街が落ちる気配はありません。シカゴ、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ニューオーリンズなど、残る大都市を攻略していけば、CSA はいずれ降伏するでしょう。
うおお、こうなったらヨガ前線で指揮し、サンフランシスコとロサンゼルスを攻略するぞ。カイザー自ら軍を率いていくのか。ナポレオン3世かな。グデイリアンのサポートを受けて進軍する陛下。いつの間にか戦車指揮官として覚醒していた。電撃戦は余に任せろ。皇帝陛下の活躍により、1945年3月、西海岸の主要都市が相次いで陥落。さらに抵抗を続けてきたシカゴも陥落し、最後に皇帝自らロサンゼルスに乗り込んだことでアメリカは降伏。こうしてアメリカ労働組合連盟は崩壊した。間違いなく、この世界大戦でドイツを最も苦しめた国だった。もう一生この地にカリストが蘇らないよう、アメリカはバルカン化すべきだ。残念ながらアメリカはバルカン化できないようで。なんで、一番バルカン化しごたえある国家でしょうが。というわけでドイツはアメリカ合衆国を再興。カリストは打ち破られ、アメリカは再び自由を取り戻したのであります。アメリカはドイツ系移民に特別の地位を与え、すべての政治指導者をドイツ系移民にすべきだ。フリッツ・クンクンが大統領になりそう。アメリカに対する最終攻勢の間、同盟国任せにしていた中国を征伐します。しかし、余剰人的資源は30万しかありません。最小限の損害で中国を平定してみせる。すでにイタリア軍によって北京が陥落しているため、一気に満州から中原へ進出します。独位連合軍、郊外と到達。さらにイタリアとドイツ領東アジアは上海から中国首都南京を制圧しようとしています。よいぞ、よいぞ、もう中国の沿岸一帯は完全に帝国協定のものになった。東から独位連合軍、さらにインドからも帝国協定軍が侵攻。アメリカがドイツに屈した今、中国の赤どもに勝ち目はない。そして武漢など、内陸の重要都市も陥落し始めた矢先。中華民国は降伏いたしました。そうか、国民党政府はもう瓦解したか。さあ、党は総合奏者の利権を拡大じゃ。中国の経済を支配するのはドイツだ。こうして中国の全てがドイツ帝国軍の占領下に置かれました。中国秩序を再編する前に、まだ抵抗を続けている雲南軍閥を処理します。中華民国本体が滅んだというのに雲南は降伏せず、単独で戦争を続けておるのか。その雲南もほどなくして降伏し、1945年9月、中国はドイツによって平定されたのであります。極霊派で発祥連合の指導者であった青少元を中国の指導者として擁立し、中華民国国用政府を再興や、正の南京軍閥はドイツと癒着してきた軍閥であります。彼の政府はドイツの支援だけを後ろ盾とし、ドイツとその代理人である AOG による中国経済支配を円滑に進めるためだけに存在する政府です。また、沿岸の旧条約都市領土の租界地は全てドイツの租界地として併合する。上海も香港も天津も、全てドイツによって99年租借されるであろう。ちなみにこの統一中華、中核州ゼロやで。国家崩壊待ったなし。ドイツだけが後ろ盾ですから。また、チベット及び満州には独立を与えました。二度目の中国介入によってもたらされたこの中国の勢力図。今度こそはドイツアジア遠征軍の監視のもと、維持されるであろう。こうして我が国の交戦国から大国は消え去りました。あとは強将の残骸であるオーストラリアと第三インターの残骸であるハワイコミューンのみです。我が国、ハワイと交戦状態にあったんだ。1946年、自称英国王のアルバートを逮捕。またの名をジョージ6世と言いますが、KR ではアルバート1世と名乗ります。ふん、ついに先の大戦以来、我が帝国にしつこく粘着してきた強将のカスどももこれでおしまいだな。アングロサクソン帝国主義は滅び去り、ゲルマンだけが生き残ったのです。南領東インドはドイツ領東アジアへと併合されました。インドシナの喪失を補ってあまりある素晴らしい植民地ができたな。ああ、ウクライナが太平洋領土を失っちゃった。ラシアはオーストラリアとニュージーランドに再分解しときました。そして1946年7月には最後の交戦国であるハワイが降伏。ハワイの領土の大半はドイツ領東アジアに併合されました。そしてなぜか誕生したウクライナ領ミッドウェイ。ウクライナがより太平洋らしい領土を得たな。こうして1946年、1938年の開戦以来、8年ぶりにドイツは平時に戻りました。ふう、ようやく腰を落ち着けられるな。うん、なんだこのイベント。台湾人が経済やアイデンティティの問題から日本との再統合を望んでいるようです。そんなイベントあるんだ。これにより、日本は敗戦国のくせに台湾から樺太までを中核州として支配する国になりました。なんだこの勝ち組国家。さて、世界大戦の結果として、世界の大半は帝国協定の一員となりました。素晴らしい。が、まだ足りないことがあるとは思えんかね。どういうことです？これが世界大戦の結果として決まったヨーロッパの国境である。見たまえ、パーペン君。汚いとは思わないか。いや、別に。いや、どう考えてもこの辺りが違和感あるだろ。そうだ、こんな国境は許せん。しかし、これはスイスをドイツ帝国に併合するという決定を行ったせいでできた国境ではないですか。違う、オーストリアがドイツの一部とならないせいで起きた現象である。ヨワドナウ連邦などという人工国家の存在を許さない。ヨーロッパに存在していいのは民族共同体に基づく自然国家のみである。陛下、正気ですか？ハプスブルクと戦争を始めるおつもりで？その通りだ。世の目標は大ドイツの実現と、寝取られたポーランドの奪還である。すでにイタリア政府、ウクライナ政府がドナウアドリア同盟に対する攻撃に賛成。ハプスブルク君主国を解体し、ヨーロッパに真の秩序をもたらすことに合意しました。イタリアとウクライナはドイツの支配下にない、誠に独立した同盟国として。
多くの戦争に貢献してくれた国家だ。彼らが未回収の領土を欲しているならば、ドイツも協力してあげねばな。しかし、それは何の大義もない戦争だ。ドイツ民族の統一という大義があるではないか。大義としては不十分なのでは？なら適当な口実を作ればいい。大義名分など簡単に作れるものだ。しかし、なぜ同胞であるドナウ連邦と戦争する必要があるのです。最初、それ以上抵抗するならば、世はお前を罷免し、シュライヒャーを首相に据えるだろう。これは陸軍最高司令部の同意のもと、決定された事項なのだ。陛下、ドイツはあなたが思っているよりはるかに弱い国家です。ここで無茶な戦争を続けるべきではなく、次世代のために国力を保全すべきだ。以上、老人の最後の忠言であります。そして私は帝国最小の座から降りましょう。そうか、お前のような有能な臣下が引退してしまうのは残念だ。アフリカのシシレット・ホルベック、私はあなたを変わらず尊敬していますよ。で、パーペン君はどうするのかね？え？私はもちろん、シュライヒャー新内閣の外相として帝国の外交政策を支えますよ。というわけでドイツ帝国外相として、ウィーンに出向き、連邦の解体と、エスター・ライヒのドイツ帝国への加入を要求。しかし、当然ながらドナウ連邦はこの無茶苦茶な要求を拒否しました。なんということだ。こんな正当で大義ある要求が拒否されるなんて。そう、世界の秩序を守る国際社会の盟主、ドイツの要求を拒否する。野蛮で好戦的な国家ドナウ連邦許せねえ。こうなったら宣戦布告するしかないな。ドナウ連邦は侮れる敵ではなく、一度も戦争せずにかなりの装備を溜め込んでいます。が、ドイツには世界中から集まった帝国協定の同盟国たちがいるので、戦力では圧倒していますね。ドナウ連邦がどんな作戦を取ってこようと、世界帝国たるドイツに抵抗することはできん。ドイツは余剰人的資源が少ないため、早期に降伏させるためのあらゆる策を取ります。例えばこういうね。完成していたのか、核兵器。そうだ、ハイゼンベルフ博士の主導のもと、大米用に製作されたものだったが、結局使う機会がなかったので今回、ブダペストに落としておいた。しかし、なぜブダペストに？困るだろ。ドイツ人の聖なる土地が汚れたら、マジャールの土地が汚れてもドイツ人は苦しまない。貴様、畜生だな。セルビアとルーマニアもドナウ連邦に宣戦布告したようだな。陛下、ベオグラード条約機構などという勢力もいずれは滅ぼす必要があります。特にルーマニアは我々に油の供給を止め、経済的断絶を行ったことの償いをさせなければなりません。ドイツ、イタリア、セルビア、ルーマニア、ウクライナ。全方位から攻められたドナウ連邦は死に体に。そして1946年11月に開戦した第二次不応戦争は、1ヶ月後の12月に早くも終わったのです。これでドナウ連邦などという人工的国家は粉砕されたわけだ。素晴らしい。ドイツは真に一つになったのだ。アルバニア、ブルガリア、ギリシャ、オーストリアの同盟国である3つの国も相次いで降伏。そしてなぜかセルビアが帝国協定に加盟しました。どうやらイタリアがクロアチアをセルビアに引き渡した代わりに加盟したようだ。これが第二次不応戦争後の美しきヨーロッパ国境じゃ。素晴らしい。なんと素晴らしい。これが真のドイツ帝国だ。ポーランドはバルシャウ総督府としてドイツの軍政下に置かれました。これでやっと戦争は終わりですか。いや、次はインドシナのカリストを討伐じゃ。インドシナはドイツ領東アジアの不可分の領土である。さあ、早く屈服せよ。農民反乱が。これが文明の兵器である。文明化する方が野蛮とかこれもうわかんねえな。こうしてドイツの正当なるインドシナ支配は再建された。鉄と地だ。ドイツの世界支配は鉄と地によってのみ達成される。1947年のインドシナ平定の後、世界は一応平和になった。それはドイツの鉄血の覇権の下でもたらされたパクスゲルマニカなのか、それとも戦艦機と同じようなかりそめの平和なのか。ドナウ連邦を解体し、大ドイツを築き上げた帝国は、新たな征服地を開発するとともに戦後の爆発的な経済成長を経験する。その黄金期は永遠に続くかと思われた。1951年、皇帝ヴィルヘルム3世崩御。新世代の皇帝、ヴィルヘルム4世が即位する。新皇帝の治世は前途多難である。敗戦から立ち直り、ドイツから自立しつつあるアメリカや日本。独立運動が強まるアフリカとアジアの植民地軍。そして1940年代の中央同盟改革と欧州委員会の設置以来、基地として進まぬ欧州統合の試み。おそらくドイツがその覇権を守り続けることは不可能だ。植民地は独立を果たし、ドイツから遠く離れた国々は自立し、ドイツの手元にはヨーロッパだけが残るだろう。だが、それでも良いのではなかろうか。2023年現在、ドイツ帝国は世界一の大国ではない。しかし、中央同盟という共同体はアメリカや中国を大きく上回る。世界経済の覇者である、